九州国際大学は、福岡県北九州市八幡東区平の一の六の一日本部を置く日本の私立大学である。1950年に設置された。大学の略称は、九国大、九国、九。1950年に、八幡大学として設置され、1989年、現在の公明へ変更された。1929年、九州帝国大学の主事 前田成康は、1924年度、大学法文学部法科設立時の教授、大沢明、西山茂和に、九州法学校を開設した。当時北九州地区の振興企業や有力商社、金融機関への人材の育成と、野学勤労者のための教育の場として設立されたのが、現九州国際大学の源流である、九州法学校である。 その後も北九州地区における法律学専門の教育機関として法律中心の専門学校、大学へとなった。1950年、新生八田大学として文部省認可。初大学長は東京高祖院長田中右立花。当時八田大学法学部は関西伊勢の西日本地区において九州大学に次いで法学部を要していた。見学の精神は、 人材の育成とともに、実学の尊重、熟的精神である。キャンパスは、北九州市八幡東区枝光。1989年大学名を、九州国際大学に変更し、八幡東区平野に、国際小学部を開設した。2000年には、枝光キャンパスから、平野キャンパスへの全学移転。大学キャンパスを周辺地域に開放した。 1960年から文部科学大臣移植支障講習会を定期開催。2011年度から本学開学時から伝統のあった夜間教育を廃止し昼間教育のみに切り替えた。ただし大学院においては夜間の講義を行っている。歴代学長として安田勘太、横松隆が知られている。2014年度から地域連携センターにて、 一般市民を対象とした法律相談所を設置し、講義を開く。これは、旧八幡大学時代、安田貫太郎が中心となり1953年から開設されていた法律相談部の流れを引き継いだものである。立花の木については、戸端専門学校開講時に、校長の高木隆則が高等教育の象徴として、立花の木を交渉に採用し、 学校歌詞にも用いたことから始まる。1940年に発表された山田工作による九州専門学校校科学部を採用し、1947年、戸畑専門学校校科として当時の高木校長が作詞、九州国際大学左から図書館の入ったメディアセンター、3号館九州国際大学3号館、旧ドーム九州国際大学、旧ホール1階は、 大学事務受付、2階から4階まで教室、1階から4階まで教室、1階キャリア支援室、2階から5階まで教室及び法廷教室、1階メディアセンター、パソコン関係の教室がある、2階以上旧図書館、大学院、教員の研究室、大講義室、学生食堂、大学生教等、体育館、武道場、トレーニングルーム、 ボクシングリング、各サークルの物質等を備えた複合施設、サッカー、ラグビー、テニス、ランニングコース等の多目的グラウンド、野球、ラグビー等の練習場、サッカー専用、北九州市八幡西区黒崎にある官民複合施設、コムシティ2階に設置された九州国際大学のサテライトキャンパス、体育系サークルでは公式野球部が競合であり、 多くのプロ野球選手を輩出している。他にウェイトリフティング部、バスケットボール部、バドミントン部等が盛んである。かつては、ラグビー部も九州学生ラグビー一部リーグに所属。1995年度には優勝し、大学選手権に出場。法学研究会は、昭和25年新生大学に昇格と同時に、 発足した最も歴史のあるサークルの一つであり、過去九州学生法律討論会では1位を4回獲得している。報道部では、北九州のコミュニティ FM 局エアーステーション響きで、毎週火曜日に大学が提供番組を持っており、学生が出演している。歴代、主に体育会では応援歌激励歌として8、大切が歌われることが多い。また文科系サークルにおいても、 各行事で使用されていた。現在の同窓会においても当時の8大説が歌われることがある。大学キャンパスは国際協力事業団九州研修センターと国際村交流センターに挟まれた。国際通り沿いに位置この一帯は大学も含めて北九州市から国際交流ゾーンと指定されている。また北九州市立教ホール、 一般財団法人九州健康総合センター、北九州市立八幡病院も隣接している。大学前面道路は国際通りと名付けられた市道である。研究室棟の7階にはキャンパス周辺の市内が一望できるラウンジカフェがある。次世大システム研究会、育ありがとうございます。